こんにちはノブ吉岡ですノブ最新ジャイブファミリー、えー、ジャイブ上達講座を行います、えー、本日のテーマ本日のテーマはホワレイキ、えー、ホワレイキの肝っていう感じかな、えー、とにかくホワレキの肝ここだみたいな、えー、これをやらないとちょっとかっこ悪いぞっていう感じですかね、えー、だからこのかっこ悪いじゃなくて フォアレーキの肝っていうねいろんなあの感じでフォアレーキみんなどんどん練習してると思うんですけど本当の肝っていうのがあるんですね、えーまあ、これは多分ね今聞いた段階で今までもう結構やってますんで分かってると思いますえー、どういうことああそっかセールじゃないんだよね体なんだよね体軸をどう持っていくかっていうとこなんですよね、えー、それは分かってると思うんですけどそこに何らかのスキルっていうのが絶対あるわけですねその体を倒れ込み内径をするために えどんなスキルを使ううかっていうところでねここのちょっとしたね一つの肝まあ,ある程度できてきてる人あとはえまだ全然まだうまくいかないっていう人も退軸っていうのは私散々言ってますから分かってると思うんですけどもそれをどう使うかどのようなスキルをえ付け加えて行うかっていうことをねちょっと詳しく話していきたいと思います。これね話したらだいぶ長くくななっちゃうんですけどもえなるべく手短に いいきたいと思います、えー、じゃあ、ホワレキジャブの肝ですね、えー、この話をしていきますで。まずこれ、多面コーチングでね、ちょっとやってみます。えー、ちょっと弟子さんのホワレキジャブ、でもこれもね、見るとすっごいかっこいいんですよ。えー、でも、ここがちょっと足りないって肝ですね、これ以上かっこよくなるっていうところ、もうそこかな、えー、そこをちょっとね、えー、言ってきて。 ちょっと見てください。はい。おお、吹いてる吹い,て,拭いて,てる。ね。こう、ちららしいる。おお、すごいじゃんみたいな。あ、これ、失敗してますね。<laughs> でも、失敗してるけど、えー、どうだろう。この辺見てもらう、これ、いつも成功するんですね。これ、ちょっと失敗してますね <laughs>、えー。ちょっと見てくださいね。こう、来て、おお、いいじゃないですか。おお、まっすぐ、どう出るあ、出てきた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 。おお、すごい。 出出てる出てるる45度マスト前出てますうわー、引き組みは強い。これ見てください。完璧でしょ、えー。完璧でしょ。ええー。かっこいいでしょ。でもねっていうとこがあるんですよ。肝ね。うわ、すげえ。フルレールですよ。ええー。いいですかでもねっていうところあるんで、ちょっとこれ。ええー。じゃあもう一回ちょっと見てもらおうかな。はい。 ぐっとしてもうほぼいいんですうわ,うわこれチンしちゃってるけどね、チンしてない手,手前をちょっと見てもらいましょう。ほら、これどうですかっていう感じ。じゃあ、これを、えー、じゃあ、デッサンの見てください。そして、続いて私、私、えー。私のが完璧ってわけじゃないですよ。えー、<laughs> 完璧ってわけじゃないです。えーえー、でも、ちょっと見てください。 ギューッと来て、座らしてうん、ギューッと来て。ほら、でも、なんかスムーズでしょ、ね、完璧じゃないけど、えー、まあね、完璧だと思ったらね、もうね、私もち進化もなくなっちゃうんですけども、うん、どうですか、これ見て。何が違うのかって分かりますどこが違うのか。これ、どこが違うのって分かります 何回もちょっと言いますけど、どこが違うんだろうっていうところなんです、勝負は。じゃあ、5秒だけ時間を与えています。どこが違うのかそこが肝なんですよね。5秒です。どうしよう ?1、2、3、4、5、早すぎ。考えればこれね、20分でも30分でも考えられます、実とどこだろうってずっと見てるの。 一つじゃ、一つっていうかね、これからじゃあ、その肝をお伝えします。えーまあ、だから、弟子がね、こんだけできてきたフォアレーキ、45度、マストが前出てるっていうこと。えー、でも、そこから先っていう、もっともっとスピードがあったフォアレーキするためには、絶対必要なんですね、えー。今のままだとこのスピードなんです。これ以上上がると、やっぱりレールが噛んでしまったりと、失敗が多くなるということなんです。うん この失敗を、だからまあ風がある程度なくてもフォアリーキーできるし、あってもできるっていう、もうそこの肝なんですね。だから、ああのこのデッシサンは多分すげえ吹いてるんですよ、これね、4.5か、そのくらいかな、4.5ぐらいでえ80リッターのボード。で、かたや私はこれは5.3で110リッターのボード。で、ちょっとこう、ちょっと気持ち足んないぐらい。だから、明らかに本当は4.5の方がもっときれきれで、もっとこう、なんていうんだろう。 素晴らしいジャイブは本当はできるはずなんですね。スピード本当は上がるわけだから。えー、でもなんかこう、安定感がのどっちいいっていう、もうどっちの方が力が入ってなくて、なんかこう、楽そうみたいな感じになるのは、どっちかっていうと、やっぱりあの私の方にどうしてもなってしまいますね、えー。一つ一つのちょっとしたところはね、こう、4.5の停止の方がちょっとかっこいいとかあるかもしれないみたいな感じなんだけども、えー、まあ話がだいぶ長くなったんで、ちょっと肝をちょっと言います。はい、じゃあこれちょっと肝なんで、ちょっと戻してみます。 いいですかまあこの辺のねアプローチはいいですねはいここでこうきたねほらえっ、ー、とこの辺からがちょっと違うんですよちょっと見てもらうと分かります、えーまあ、ちょっと離してやりましょうねいいですかはいまあこうきていいですかまああのー、この辺も全然違いますね めあの体のコンンバージョンができてないな今もう弟子の方はテール寄りテール寄りでセールのパワーによってレールを入れてるって感じなんですねだからまあ体軸っていう倒れ込み内形よりはセールのパワーでレールを入れてるって感じになっちゃうんですよだから私がね、えー、いつもいつも体軸体軸体の軸問題や商売は軸だっていうことになってるんですよね、えーえー、だからまあここでセールを使うか 体でもねっていう話が結構ね最近出てくるんですねでもねウィンドサーフィンだからセールも使わなきゃっていうことになっちゃう、えー、まあだからウィンドサーフィンっていうだけで考えればまあセールをね使ってあの行うスポーツなんでセールだけでも別にセールを使いながらレールを入れるっていうのも全然問題ないです、えー、ただこうんだろう可動範囲応用範囲が狭いんですねジャスト 自分の素晴らしい、一番が楽しく乗れるコンディションだったら OK。ただ、面が荒れてきた。ちょっとアンダー、ちょっとオーバーになったら、今度はそれが使えなくなる。セールに頼ると。いいですか。ただ、私は、えー、セールっていうのはそんなにもう意識しないです。まあ、40年やってるからかもしれないですけども、それよりはやっぱり私がいつも言ってる体軸、倒れ込みだけ、軸をどこに持っていくかっていうのをすごい意識してるんですね。 そうすると、実言うと110リッターフリーライド系のボードでも、70リッターのウェーブボードでも、いつでも同じような感じでできるようになるんですね。そて広がるんです。これ、もっと広く言っちゃうと、この体軸によってのレールの入れ方っていうのをしっかりと頭に入れちゃうと、実言うとスケボーもサーフィンも、もう横乗り系っていうか、スピードがあって回転する競技、まあ、なんだろう、なんでもいいか、えー、そういうものはすべてこう、 うまくいくもっと言うと体重を動かしながらやるスポーツまあほとんどスポーツってのはそういうスポーツなんですけど何をやってもうまくなっちゃうんです実を言うとその一つをつかめば本当にたった一つのそれだけなんですね、えー、ウィンドサーフィンってどうしてもせいろ使うせいろ使うっていうふうにそっちに行ってしまうと実を言うとウィンドサーフィンしかできないっていう話になっちゃうんです、えー、だからまあ,あらゆるスポーツ まあこれからね、ウィンドサーフィンやっていって、もしかしたら、えー、違うスポーツもやるかもしれない。正直に、あの人は何やっても上手いね。っていうのは、それを掴んだ人しか、えー、手に入れることはできない。それが体軸なんですよ。えー、じゃあもう、えー、ちょっと話がちょっとそれたので、また戻して、えー、この違いっていうのは何か体のコンバージョン、前乗り。前の方にグーッと来てますよね。進行方向の方に。グーッと体が寄ってる。軸が。肩や うまいんだけども背のパワーを使ってちょっと腰が残ってるっていう感じになってしまう。ですよね。その大きな違いなんですよね。これは一つのスキルとしてちょっとあのポイントを言います。まあこれ、肝ですね。それは実言うと、まあこれはある程度できてきてからの話になっちゃうんですけどもね、最初はもうあの弟子のような形もいいんだけども、一つの肝、一番重要なところっていうのは、これからもっともっと進化するために重要なことっていうのは、実を言うと、 マストでを縮めるってことなんです。いいですか。これは本当にね、えー、フォアレイキをやってる人、練習してる人、全、えー、国に各地にいっぱいいると思います。えー、マストを出すんだ、マストでは伸びるっていうね、マストを伸ばすんだっていう教え方、まあほぼ、えー、そんな感じだと思うんですけども、実を言うと、もっともっとこう奥に入った奥に入った肝っていうのは、実を言うとマストでを縮めるんです。 これは、あのー、今聞いてね、えっ、嘘でしょう、なんでフォアレーキじゃマストを縮めるのよっていう話になっちゃう。ええ、でも、そこで本質に戻ってもらうと、実は言うと、体の倒れ込みなきゃ、軸を水面の近くに持っていくってことなんです。そうすることによって、レールが入る。軸によってレールを入れる。軸によって、体の軸によって長いレールを使う。っていうのがフォアレーキっていうことに、実用となってくる。 でもこれを覚えちゃうと実とノーマルジャイブもピポットジャイブも全部うまくなるんですね。だからそこをつかんでもらうんですね。それがね、本当に重要で、その肝をつかんでもらうと本当に何でもかんでもうまくいくんですよ。本当にうまくいきます。もうノーマルジャイブではんだろうが。面が荒れてようが、えー、どんぶきだろうが、アンダーだろうが。いつでも、ね、そこなんですね。そこが今日をお伝えしたい一番の肝。一番。肘を まああのー、まあ一つのスキルってひじ打ちを見て、まあ、そのためには、えー、前乗りが必要だったり、まあ、他のことも必要になってくるんですけども、まあ、ただ今ここでね縮める縮めるってただ縮めるだけでマスト出ねえじゃねえかっていう話になっちゃうなぜ縮めるかいいですかちょっとこれ、ね、ちょっと前の方に持ってきましょうなぜ縮めるかいいですか ここでもし伸ばしていたら手をどうなるかというとセールは前に出ますでも体がいかないんです縮めてマストにセールに近づけて体を近づいてつけてマストを倒そうとしてくださいどうなりますか体が行くしかないんですよ本当に体が行くしかないです縮めたままマストを前に出そうとしたら 体が内側に倒れるしかないです。水面に近づけるしかないです。いいですかここね、本当にね、フォアレ域、重要なポイントなんですよ。だから私、この後、フッて回すと、出します。体が内側に倒れてから出すんですよね。セールが倒れてから体を行くんじゃないです これ、ホアレイキー、本当にね、た多分これからホアレイキー、ホアレイキーってね、話がどん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 これからね、ウィンドウが進化して出てくると思うんですよね。ええ。その時に、体が倒れてからマストを出す。もう体なんです。だから体なんです。セールを先に出すと体ってなかなか内側に行かないんですよ。<laughs> そういうことなんです。だからもう本当に今回の最大の気持ちの体を、肘を縮めて、体を、 内側に倒す。そして精度を出す。というイメージにしてください。多分これからどん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 進化していくと、えー、まあリーバイ・サイバーのフォアレーキすごいな、かっこいいな、世界一流、世界一番でしょっていうね、えー、フォアレーキします。見ててください。先に体が倒れます。肘が縮んでます。体が倒れてから精度を出す。っていうね、今段階ですね。 多分、もっともっとボードがスピードがあって、セールの進化もあって、もっともっとスピードがあったら、逆に言うと今度はマスト、手を伸ばさないかもしれない。体だけぐーっと内側に倒れ込むかもしれない。進行風だけしか取んない。っていうふうに、あ多分、えー、私はもうあの予想として、えーえー、予言として、そうなる可能性が異常に高いと思います。はい、そのためには、体が内側に取る。でもこの、これを覚えてしまえば、 もう先は進化するしかないんですよね。何でもかんでも。ええ、まあそのためにはいろんなスキルありますよね。えー、ブームって引かなくちゃあのブームエンドが水面に刺さるとかね、セールが開いちゃってしまうとどうのこうのってありますけども、基本的に一番重要なことは体の軸を水面に近づける。そしてそこからセールを出せば、まあ、あの進行風もすごい取りやすいし、えー、OK なんですね、コントロールもしやすい。 でもその先の進化まで考えると縮めたまま水面に体が近づいちゃった方がかっこいいですね。かっこいいっていうかね、えー、すごいですよ、えー。多分ね、それをやってる人が最近ね、何人かいます、見たら。究極のスピードの中で。まあ、あのー、そういう人はどんどんぐわーっとこれから伸びると思いますよね。えー まあジャイブもね、これはあのウェーブのボトムタンに関してちょっと今言ったんですけども、これ、ジャイブに関しても絶対言えることなんですね。多分スラーロームでもそれに近い状態になってくるかもしれない。もっともっとスピード上がりますから。ね。まあ、スラーロームの方は特にスピードは速いですからね。えー、でも、多分ね、ダブルマストえーの波を下ったえ時のスピードのがももしかしたら速いかもしれない。だから、ウェーブのボトムタンというのは本当に超一流の人はそういう形にどん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 ,どんなってくる。 セールのパワーだけでやってるのはどうしてもね温床系だったりとか、えー、ちょっと波がちっちゃかったりとかっていうのはやっぱりセールのパワーを使ってやってますけどね、まあ、ヨーロッパの人って結構やっぱり多いですけどやっぱりでも究極のまあだからそんなでかい波乗れないけどっていう話はよく出てくるんですけど、えー、じゃなくてジャイブっていうねそこの加速して加速して加速するジャイブっていうもう もう体に締め込む G とかね、遠心力をフルに体に使ってやるジャイブっていうのは、たぶん、ボトムと全く同じぐらい楽しいんですよ。せっかくやるんだったら、そこまでやっちゃいましょうって、あの私はそれで教えてるんですけどもね。ええ、で、このマストで縮めるっていうのはね、本当にもう、フォアレーキ、体がフォアレーキする。なんかセールじゃないな、体がフォアレーキするって言っちゃった方がいいのかな。ええ そうなることによって、本当に進化って、本当にどん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 、もうスピードの対応なんて全然関係ないですからね。いくらスピード上があっても大丈夫っていうことですね。で、最近ちょっとね、えー、気づいたんですけど、気づいたとか、ちょっとあの動画見てたら、おっと思ったんですけども、今、スピードってすごい流行ってますね、えー。もう世界記録出すために、アントワンとかね。えー、まあ、最近だと浅野乃く君も,、えー、もうチャレンジしてますけどね。で、その動画をね、見てて、スピードバーって上がってる動画じゃなくて、最後、 終わった後に、えー、スピード、ちょっとターンするんですね、やっぱり、ね、う水路がちょっとカーブしてるんでね、その時の動画を見たんですよね、まあ、私はそっちの方が一番、えー、いいけど、そっちでちょっと見ちゃったんだけど、やっぱりアントワンとかね、すごいんですよ、マストが縮みっぱなしなんですよ、マストが縮みっぱなしで、多分80キロとか、ね、90キロ出てる中でターンする、そしたらマスト縮みっぱなしなんですよ、そして体でレールを入れてるんですね。 あれはやっぱり究極のスピードの中ではあれしかないですよ。セールを使ったらとんでもないですからね。ええ、もう深刻に負けて、なんか芯の風が入ったらとんでもないですからね。もうね。<laughs> ものすごく吹いてますからね。もうコントロール不能みたいな。見ててもらうと分かりますけど、そのボード、80キロ以上のボードスピードで、肘を縮めて、体だけでレールを行ってるんですね。ええ、まあ、それをちょっと見たときに、おお、このスピードだとこれか。うわ、全くボトムターンと一緒じゃん。あと最後にセールをフ 出せばそこからガッて伸びていくみたいな、そこまでターンしませんけどね、だからこの究極のスピードの中でどん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 進化していくと、ジャイブはそうなっていくんじゃないかなっていう、もうそれが予想になるわけですね。だから、できれば、そこまで俺やらないよって言われちゃったら話終わっちゃうんですよね。でもね、これからねどんどん長くやってきて、どんどん進化するんであれば、それをちょっと頭に入れてやってもらうと、本当にもうどん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 進化していいと思います。 だからまあこれのこの違いですね、えー。で、ここからちょっとね、もうちょっと見ていくと、ね、ここからガーッとマストを出していく。結局、まあ、結局ね、ここ、えー、ここまでか。えー、ここまで、ほら、体立ってんじゃないですか。レール入ってんの。ね。<laughs> えー、で、それでここでグッとくるっていう感じなんでね。で、これでセールを出していくから体がついていくっていう形になってるんで、で、ガーッと出したら、どうなったかっていうと、 とこれレールが引っかかっちゃったみたいな感じなうねりに引っかかっちゃった。っていう感じになっちゃうんですね。えー、で私、最近ちょ,っと、ねえー、ちょっと練習してるんですけど、マストで伸ばさない練習っていうのをちょっとしてるんですけどね。はい、でマストでを、まあ、ここで、マストでぐーっと縮めて、体が倒れ込んで、そしてセールを出していく。極端に出してないですよね。でもねえー、出す気になれば出せる。でも、体がもっとこう鼻先が水面につくぐらいのイメージっていうのをね、これから。 今シーズン、えー、私はこれからまた練習していこうと思うんですけども、最終的にはもうマストで伸びてねえじゃんみたいな、何あのジャイブって言われるんですよね、きっと。でも、4年後、5年後になったら、これだよね <laughs> っていう話になる可能性が非常に高いっていうね、そこら辺まであの道具の進化っていうのは早い、どんどんスピードがアップしてるっていうことになります。えーまあ、あの今回、あのまあ、話がちょっと長くないですけこれを締めますけども。 究極のホワレーキジャイムっていうのは、マストでの肘が縮むってことただ縮むだけじゃない。なぜ縮むかっていうと、縮んだまま体が倒れる。っていうことなんです。縮まれでセルだけ出したら、水面にね、いろんなものがついちゃって、セルがついちゃって邪魔になっちゃうっていう、体をいかに、体の軸をいかにこう水面に近づけるか。っていうことをホワレーキの場合は意識すると、どん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 進化します。スピードにも対応していきます。 そして最後にフッと出してあげて、進行方を取ったりとか、コントロール、ボードを安定させるために取ったりということをちょっと意識して、そっちの方に意識変えてください。これもね、前から言ってるんですよね。セールを出すんじゃなくて、体が行ってからマスト出しなさいっていうことを言ってるんですけども、今回はその、なぜ、どういう風にやればそれがなるか、マストでの肘を縮めるっていうのが最大,限最大の肝なんです。体がいかに内側に倒れるか。これ何回も何回も言ってます。これはもう ノーマルジャイブでも何でもそうなんですけどももう体が先行するっていうことをしっかりとしたイメージで頭に入れてイメージじゃないなものは、えー、入れてくださいそうすればあなたのジャイブはノーマルジャイブだろうフォアレーキージャイブだろうものすごいうまくなりますでもし精ルがついてないサーフィンのボードに乗ってもサーフボードに乗って波に乗っちゃったら多分全くうま、えー、い人のターンが多分サーフィンでも出てきます サップでも一緒ですね。サップで波乗って、えー、体がこう軸が動くような練習をウィンドサーフィンでして、ジャイボしてれば、サップだってものすごいうまくなります。同じです。と、えー、いうことです。えー、今回は、えー、最大の肝ですね。えー、フォアレイキーの最大の肝、これすべてに共通しますからね、えー、しっかりと頭に入れて、えーで、ちょっと練習してみてください。ほら、マストデをガーッと縮めてるでしょ。えー 真っ直ぐ締める、して体がいかに水面に近づけるかということを意識して練習してください。えー、これから、ね、ど,んど,んどんどんフォアレーキを練習してうまくなってきた、でもこの先行きたいという人はそれをちょっと意識してもらうと、えー、本当に、えー、ここで、ね、フォアレーキできた、もういいやっていうんじゃなくてそこからまださ,さらに進化、進化、進化しますのでぜひとも、えー、進化を手に入れてください。今のままでいやじゃなくて、えー もっともっと俺はすごいこうフれアで,息でもっともっとスピードあるカービングするジャイブがしたいなっていうふうに思ってえくださる人はぜひともこのえマストのマストで縮みっていうことを意識してそして体でセールを体でセールを水面に近づけるっていうことは体が近づくってことですかねそれをちょっと意識して練習してみてください今回はねえかなり高度な究極のちょっとね話なんですけどもえー行く先はそこに 必ずあなたが行きますから、えー、今からしっかり頭に入って練習してください、えー。本日もありがとうございました。